組曲、大陸の歌は、深井史郎作曲の還元楽曲。深井史郎は、新京音楽院の招きで1940年5月から約1ヶ月間満州を視察旅行した。翌1941年にも満州国信教師の招聘で満州各地を視察。同志公共楽団のために、公共還元楽のための大陸の歌を作曲した。 初演は1941年2月22日、新京音楽院管弦楽部の公演で、式は大塚敦氏であった。その後、深井は1943年3月28日に、この曲を、組曲、大陸の歌と改作し、また1945年には、水槽楽用に編曲している。ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、 ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、中国ドラショー、中国ドラダイ、シンバル、大太鼓、木琴、クロッケンシュピール、タンバリン、ピアノ、弦楽五部四曲からなる。第一曲、プレイルートレスモデル、短い三部形式。第二曲、モデラマンアニメ、三部形式に短いコーダがつく。第三曲、ちゃんとモデル、ルバート。 トレスレント、助装とコーダを持つ拡大された3部形式第4曲、フィナーレトレスアニメ、ロンド形式に近い構成。ありがとうございます。